これからスラッシュリーディングトレーニングを行います。スラッシュリーディングは文章の頭から英語を理解できるようにするためのトレーニングです。スラッシュごとに英語、日本語の順番で読んでニュースの内容を理解しましょう。それでは始めます。大きな声で一緒に読んでください。 One man from the USA、 アメリカ出身のある男の人、lived in the woods alone、 森の中で一人で暮らしていた。 For 27 years、 27年間。 He moved into the woods、 彼は森に引っ越しをした。 Soon after the 1986 Chernobyl nuclear accident、 1986年のチェルノブイリの原発事故のすぐ後に。 This person has lived、この人は暮らした。 Nearly without any human contact、 人間との接触をほとんどせずに。 He supported himself、 彼は生活した。 By stealing、 盗むことで。 From nearby camps、 近くのキャンプ場から。 Now he has been caught、 今彼は捕まった。 And arrested、 そして逮捕された。 To survive the brutal winters in the woods、 森での厳しい冬を生き延びるために。 The man built himself、 その男は一人で建てた。 A large camp、 大きなテントを。 There's no known reason、 知られている理由はない。 For his lonely life、 彼の孤独な生活の。これでスラッシュリーディングトレーニングは終わりです。ゆっくり音声の音読に進みましょう。